どうも、マセキの浅草キッド、エルカビのエルグダです。ボデロニアシです。ということでね、やっとね、はい、来ましたね、日曜日が。もう、東京今暑いですよ。東京は今暑いですよ、天気の話は。暑いですよ。やっぱこれからやっぱ天気予報もちょっと入れて、ね、いや、いらないですよ、全国で聞いてますから。ね、暑いですよ。まあ、日曜日はね、やっぱこれですか。張本勲、なんで久保や中島を入れなかった、ワールドカップ日本代表選考に疑問ということで、これもう、あれですかね。小柳ルミ子と入れ替えでいいんじゃないですかね。入れ替えでいいんじゃないですかね。だからサッカーの副音声は張本勲、サンデーモーニングは小柳ルミ子。これいいんじゃない。入れ替えでいきますかこれ。ねえ、ということでいきたいなと思うんですけども、はい、野球評論家の張本勲が3日サンデーモーニングの名物コーナー週刊ご意見版に生出演と。いやー、いつもね見落とすんですけど、はい、あのコーナーの週刊ご意見版初めて聞きましたね。でね、野球評論家なのどの新聞もいつも。はい。でも今日ちゃんと見たの。下に表示されたテロップの肩書きは、うん、球界のご意見版なの。あー、なるほど。新聞は認めてないっていう。認めてない。でも多分本当新聞の情報で文句言ってんだよ。そうだね。ネット情報とかも仕入れてるんですかね。でね、そのサッカーのニュース扱ったところ、はい、なんで久保や中島いなかったんだ、うん、あの二人はうまい、若い力は大きな試合でプラスアルファが出ると。隣にいた、うん、今日の助っ人っていうので、隣にいたラモス・ルイがそれを聞いてずっとうなずくっていう謎のコース。ラモスが操ってたよ。ラモスが操ってたよ。ラモスの右手がさ、はいはいはい、張本の後ろに入ってたの。あ、リモコンがね、ついてるってねえよ、その腹話術みたいなとこ。ないですからね。でね、ラモス・ルイが出てきて、あの一番最初登場、今日の助っ人は、うん、ラモス・ルイさんです。はい、で関口宏さんがね、うん、あとで詳しく聞くんですけど、うん、サッカーのこの前の試合見ました、あのガーナにね、2対0で負けた。そしたら、あの戦う気持ちが見えなかったですね、みたいな。うん、でまあ、戦術的にはそんなに悪いことやってないです、うん、ミスがあったからそれを改善していけば多分大丈夫ですよ、みたいな。はいはい、はい、まあ、比較的なんかね。そしたらね、はい、関口宏がね、多分思ってた返答と違ったのか、うん、カーツ言ってくれと思ったんだけどな。そしたら、うん、ラモス・レイが、いやいや、後で詳しく聞くって言ったじゃないですか、ハハハハっていう、うん、あのラモス・ルイが大人の対応するっていうのが珍しいね。俺らの世代からするとラモスはね、暴れん坊だからね、ブチ切れでしょ、うん、で大人になったんかなと。もう50歳ですからね、うん、今ね62歳。62なの。そう、若いな。62だったと思う。62でしょ。52かな、62か、うん、でそのだから俺らの時代だったら、うん、もし関口宏がそんな誘導尋問したら、うん、ラモスをすぐスライディングタックルでしょ。まあそうだね。スネでミサンガで首絞めちゃう。ミサンガ、いや、そんなでかいミサンガないよ。ミサンガで首ガーッと関口宏の。だから俺はね、うん、ラモス類にね、やっぱ今こそキャッチフレーズつけたいと、うん、元祖悪質タックルっていうの。まあまあどうですかね、そのタックル、うん、タックルしてるイメージはあんまねえな。あと日大より日本愛してるっていう。いいんじゃないですかね。それをね、やっていきたいなと思うんですけども。そしてですね、ひょっこりはんがネタ BGM 変更、うん、あ、著作権問題、ね、著作権問題の騒動を受けなんですが、はい、6月2日放送のネタパレ、うん、ザ・ゴールデンの今見たい最強の旬ネタスペシャルに出演と、うん、で著作権侵害で騒動となっているネタの BGM が変更されていたと話題になっているという。ほー、そうなんだ。これが本当の最強の旬ネタスペシャルですよ。本当のね、旬ネタを見れる旬ネタってことですな、ね、でね、ネタパレって番組は僕らよく前説をさせていただくんですけど、います ね、 ね。でその3本撮りの時とかも、うん、いつも3本ネタをやるじゃないですか、はい、私がね、もうどうしてもスタッフさんに見せたいっていうので、はい、デロリアンね、そんなに乗り気じゃないんですけども、うん、でこの前ね、ネタ3本やってすごい受けてね、受けたよね、結構受けて、まあ、うん、で裏に RG さんがいらっしゃって、うん、もうどうしても RG さんに聞いてほしいと思ってやったら、うん、後日ライブで一緒になった時に見たよっつって、はいはいはい、もうテレビ出る気ないんやろって言われて、ね、俺らだから一番テレビ対応、テレビ対応してるんだけどね。瀬戸内寂聴が通販で儲けてるっていうネタだった。全然ダメみたいだね。悔しいよね、なんでそういう風に言われてしまったのかと、ね、うん、あとはね、この前のネタパレの前説行った時に、うん、スタッフさんに言われたのが、エルカブキさんネタパレのスタッフにすごい評判いいんですよ、うん、ああ、ね、言ってみましたね、ああやってね、うん、こう大人はね、うん、こう僕らを騙していくんですよ。本当ですね、評判いいんですよって言わなくていいんで、うん、一回出してもらえますからね。そこなんだよね。言葉いらないんだよ。報道で示してもらえない。いやいやいや、そんなに言わなくていいよ。やっぱそういうもんですから。いやいやいや、コミュニケーション取ってくるからね。僕らはちゃんとそういうの見ちゃうんだよ。そんな行かなくて。僕はそういうの見ちゃうんだよ。はい、でね、
ひょっこりはんは、はい、この日ネタのスタイルや流れは同じながら、はい、BGM は問題が指摘されたものではなく異なる BGM に変わっていたということなんで、もう十分反省したんじゃないかなと思なんでね、はい、ひょっこりはんの班も反省の班にしてもらって、あ、なるほどね、うん、それからあの改名して前回一班っていうのはいはい、ね、ツイッター、ね、うん、まあね、だからあれだよね、うん、誰だっけな、ブルノンテミはあれ誰かの曲使ってたじゃん、洋楽か、洋楽、俺はあれはあんまちゃんと見たことないけど、曲名とか知んないけどさ、うん、やっぱあれちゃんと撮ってんの、はいはい、やってるってことだから気をつけなきゃダメだね、これ俺らの知り合いで英鉄さんって芸人さんがいて、うん、でそれはね、なんで気になったかっていうと、そのトランプさんがこの前キム・ヨンチョルって人と握手したっていう、あ、あの、はいはいはい、副委員長ね、北朝鮮の、うん、キム・ヨンチョルのヨンチョルが英鉄なのね、字が、おお、確かに英鉄さんだ、そうそう、で、でなんでそう思い出したかというと、英鉄さんが、うん、って人がいるのよ、あの芸人でね、20年以上やってて、まあ、ちょっと一部で天才って言われてる、はい、典型的な売れない芸人なんだけどで今吉本に席だけ置いてる人っていう、ああそう、席置いてんだ、席置いてんだよね、でブルゾンチエミの35億っていうのをもじったネタやったの、俺はちょっと前ライブしたんだけど、ああそうだったっけな、でそれが38度線ってやってやってた、全然ウケてなかったっていうだからどうなんだろう、 AD ってなんか未来から来たんだよね、未来から来たんかね今度しっかり AD さんの国籍を聞いてみたいと思いますちょっとカバンの中にビザ入っちゃうねえ、うん、でそれもね、触れとこうか、トランプさん、キム・ヨンチョル副委員長とバッチリ握手というのね、うん、見ましたか、わあ見てない、なんか、ね、あでもチラ見たぐらいかな俺、多分あの、まあ、トランプさんがホワイトハウスで会談した北朝鮮のキム・ヨンチョル朝鮮労働党委員長、副委員長か、うん、を車まで見送った後、うん、米朝首脳会談を予定通り開催すると発表した、はいはいはい、だから一回中止みたいになったのは発表やるってやっぱなったんですよね、そのあれでしょ、慌てで北朝鮮側の方がね、うんうん、開いてくださいみたいな感じで会うことになって、そういう感じなんだ、そういうことでしょ、それ、あ、そうか、だからホワイトハウスに来てる、そうそう、だってトランプはもうやんなくていいって言ってた、はいはいはい、でね、トランプ大統領が国賓以外の客人を見送るのは異例で、うん、史上初の米朝首脳会談への強い意気込みを伺わせたという、あ、はい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 、ことなんですけど、お前だから、うん、ディールしろよってことだよな、交渉ちゃんとしろよっていうことですよ、なるほど、トランプのツイッター見るとディールって言葉は結構出てる、あ、そうね、ちなみにね、その車まで見送るっていうので、はい、あのそれが、ね、芸人でもあるんですよね、うん、あの車で先輩が車で乗って見送りするっていうのがあるんですけど、風習ありますね、そう、あの時の見送る時のお辞儀の長さで、うん、過去にどういう組織に属してたかが分かるっていうで車が見えなくなってもお辞儀し続けた人が本物っていうのがあるんですよ、なるほどね、そう、手をね、うん、膝よりもやや上の方で掴んでギュッて睨んだら、あー、この人は俺らの知らない正しいお辞儀の仕方、お辞儀の仕方を義務教育で習わないやつ、ね、そうそうね、あのでトランプさんがジョンウン信書と呼ばれる手紙をもらって手で持ってるんだけど、うん、その写真がすごくて、うん、手紙がめちゃくちゃでかいのね、封筒がで、ほんとルミネ座吉本でコントで使う時の手紙で、後ろの席にしても分かりやすい、そうそうそう、ね、あれでしょ、で結構ネットでもトランプの手が小さく見えるっていうのがすごい書かれてるあれの、ね、馬場さん対応だったから、ね、馬場さん用のやつだね、そうそう、なんかまあだから直筆のなんか、メッセージとか写真が入ってるらしいんだよね、馬場さんによるとね、でネットのコメントではね、トランプだけにポーカーフェイスがうまいと、この駆け引きのこと、はい、ポーカー、はい、の、うん、うまいじゃないですか、はい、いや俺もちょっと悔しくなっちゃって、そっちに、はい、で他にも書いてる人がいて、うん、トランプが本当のジョーカーだとか、あー、なるほどね、書いてる人がいて、はいはいはい、で俺もちょっと、はい、アメリカ対北朝鮮なんで大富豪対大貧民っていう悔しくなって、いや、ただのさ、唾かけてるよねあのうまいなと思ったのがね、はい、何がこの間あの歌丸さん、ライムスターの歌丸さんが、はい、日大のあの悪質タックル問題について、うん、ベストキッドを見てるようだって言った時に俺うめえなと思ったの、どういうことですか、あれベストキッドの番でさ、コブラ界のやつがさ、うん、ダニエルさんが強すぎるから確か準決勝で、うん、あのコブラ界の相手と戦うんだけど、そのコブラ界のやつちょっと勝てねえなって時に、はいはい、足潰せみたいなメッシュを出すんだよ、あったね、そしてその後決勝でコブラ界のエースと戦うってあったじゃん、あの相手の悪役の方が怪我をさせろっていう卑劣な作戦をね、そうそうそう、でそれでちょっとコブラ界のその子供の方も、うんうん、えーってなるんだけどもやってしまうっていうさ、俺あれちょっと例えとしてやられたなと思った、
コブラ界だったんで、はいはいはい、アメフトはあのベストキットのリメイク版でジャッキー・チェンが出ててね、やってるね、宮城さんの役でやってて、で、あそこら辺からだんだんジャッキー・チェンがさ、その、なんていうの、現役としての出演というよりは、あちょっとね、なんていうの、サポート役じゃないの、が多くなって、あ確かにね、去年やったのマトローシカのやつもそうだったな、ジャッキー・チェンのこと。で、今ね、あのドラゴンクエストの CM 出てるじゃないですか、出てる、武道家レベル99っていうので、はいはいはい、だからね、経験値と一緒にね、貯金通帳を増やしたいっていうのね。のかなっていうのを考えたりとかね、まあ、映画撮りたいんじゃないの、あ、そうなのかな、映画撮るために。でも未だにあのポスター見たけど筋肉すごいね、ジャッキー・チェンの。いやでもさ、スタローンとかもそうだけどさ、やっぱあのなんかランボーファイナル、はい、俺は見てないから。ランボーファイナルを撮るときに、ね、あれベトナムかどっかで撮りに行ったんだよ、はいはい、そしたらね、あのアメリカで使ってる筋肉増強剤が引っかかっちゃうんだって、どこで、あのその国で、あ 持ち込めないのよ、うん、その薬として持ち込めないから、はいはいはい、スタロン焦ったね、すげえ訓練したらしいよ、そうなんだ、ちょっとね、やっぱちょっと見栄えが、はいはいはい、そうそうね、だからジャッキー・チェンなんかね、ナチュラルですから、まあまあまあ、であったりお酒の力かけちゃう、水拳の酒の力かけて水拳の達人っていうな、ふんどし一丁で裸になってるやつなんだよ。一部でね、ジャッキーメンバーって言われてるんですよね。いや、それ本当に息子がそうだったんだよ。息子がそうなっちゃったんだよ ね、ということで最後にね、24時間マラソン、今年はミヤゾンというニュースなんですけど、いつも割と早めにそういうのを予測して違ったみたいなニュースが多いんだけど、ありますね、24時間マラソン、今年はミヤゾンという、ミヤゾンに内定したことが本誌の取材で明らかになった。ほら、ポロッと言っちゃったんだ。あのトースポウェブさんなんですね。あ、もう間違いない。しないと実績あるからね。分かんないけど。本当に坂本伊勢と工藤兄弟仲悪かったの。いや、いいよ、いつの時代の話してるの。あったわけですから、これ。でね、みやぞんの公式プロフィールみたいに載ってるんですよ、でな、高校時代は野球部のエース4番で、運動神経抜群で、ボクシングもたしなむって書いてました。あら、ボクシングってたしなむもんだよ。お酒じゃないんだからさ。それはミヤゾン語じゃない。ミヤゾン語なのか。ミヤゾン語じゃないですか。うわ、引っかかったのか俺が。そうだね、あのまんまと釣られたよ。そうですね、釣られた釣られた。なんかね、ミヤゾンだともういいんだけど、もちろん、俺どっちかというとアラポン走らせるっていう、そっちのな。ちょっと一瞬反社会勢力に見えるやってほしいなっていう。ああ、アラポンも、で一切ミヤゾン別に他局の番組出てて応援してない。なんだ今年のって逆に見るんじゃねえよ。でもミヤゾンだとさ、走り切っちゃいそうだよな。あ、手も書かれてる。だからあれは感動がないよな。内定かどうか分かんないけど、実際は実際はないけど、そうだとしたら、やっぱね、ミヤゾンだったら、そうそう、普通に走れちゃうじゃんっていう。あ、やっぱ走ったんだって俺そうだよもう。だってアラポンだから、あれじゃね、ミヤゾンも考えてるじゃない今、その全然違う道急に走り出すとか。ミヤゾン流。ミヤゾン流で、ね、いいかもしれない。だけどなぜかカメラがずっと追い続けれてるっていう演出タイプね。曲作るとかやるのかな、どうなんだろうね。余裕あったらちょっとギターで曲作ってさ、ちょっと。あとそのマラソンランナーもいいけどね、その再来の時の加山雄三どうなるかっていうのはもう、そう、ここを報じてほしいね。バックスクリーンにな、燃え盛るな甲信丸をバックスクリーンで歌うっていうさ、マナフネっていう。そうだね、甲信丸の歌を歌うかもな。あれじゃない、やっと、あるかもね、正論なんとか、ね、あるじゃん、甲信丸。あと意外とわかんないよね、ガキツカバスツアーとかね、もしかしたら。バスが沈みませんのでね。あれか、じゃあ年末も絶対に燃やしちゃいけない船。ダメだ。絶対に燃やしちゃいけない。いけない船。ねえ、どうあるんじゃないですか。ね、ということで、はい、明日はですね、ジャッキー・チェンから加山雄三まで触れられたら、たよ、はい、この幅、振り幅で張本勲が薄れるっていうやつ。確かに張本勲が薄れたらもうあんまりもう、勝手に俺らから神に行って、勝手にもう味しない。まあ味しねえんだよ。もうちょっとなんか起爆剤くんねえと、ガムみたいなね、じゃあということで、また明日、はい、お気を付けください。